尾野駅久五郎、三代目、尾野駅久五郎、三代、目、尾野駅久五郎、天命四年、1784年かえ二年る四月二十四日、1849年六月十四日、とは、江戸時代後期の歌舞伎役者。野号は、おとや。縄文は、海門は。背名に、ガチョウ、三イ梅久に、大義者がある。また別名に、植木屋。 松五郎、菊屋万平がある。小野江菊五郎の名跡を一代で江戸歌舞伎を代表する大看板の一つにのし上げた。江戸古伝馬町の建具屋の子。初代、小野江松助。初代、小野江小六の養子となる。はじめ小野江新三郎。後初代、小野江三郎を名乗り。天明八年、1788年十一月、江戸志村座。 現時最高黄金立花で初舞台。文化五年、1808年、父の代役として、彩り入りをとぎ草の尾型小平次の水入りを務めたのが出世刑となる。以後は、父譲りの階段や早変わりで人気を集め、翌年には、父の名跡を継いで二代目、小野江松助を襲名。文化十一年、1814年に三代目、小野江子を襲名した後、 文化十二年、1815年に三代目、小野菊五郎を襲名した。三代目菊五郎は七代目、市川段十郎、五代目、岩井半四郎、五代目、松本幸四郎らと共に、火星時代の江戸歌舞伎の黄金時代を作り上げたが、人気絶頂時に舞台を去り、猿若三丁目に持ち屋を開いて、菊を満平と名乗る。だが舞台が忘れられず、河江元年、 1848年には、大川橋蔵と改名して、上方の舞台を務めたが、江戸江の木と掛川で隠しした。長男は三代目、小野江松助、次男が四代目、小野江三郎、養子に四代目、小野江菊五郎、十二代目、市村宇左衛門がいる。三代目菊五郎は、初代、市川段十郎以来続いてきた、江戸歌舞伎の型を整理したことで知られる。 また、生瀬は物や、怪談物の桂に長寺、東海道四ツ谷海岸、冒険省成田利県、奥に御前家商協、ドクタビ五十三寺駅、心なぞかい色糸などの四代目鶴屋南北作の狂言を所演したほか、伊勢温度恋タバの福岡三次や、金出本中心蔵の早野勘平、吉常千本桜の伊賀、美野本太、スケロクの花川戸スケロクなどにも優れた型を工夫した。 三代目菊五郎は、どうして俺はこんなにいい男なんだろうと、楽屋で自身の顔を鏡に映しながら呟いたほどの美貌で知られた。その上に演技力に優れ、また創意い夫を重ねた努力家でもあった。多くの怪談狂言では、作者の大南北をはじめ、大道具方の十一代目、長谷川勘兵衛、勝良しゆ九郎、衣装法などの裏方と協力して次々と、 新しい演出を生み出し、特に幽霊や妖怪から一転して、美男美女に早変わりする方は観客を喜ばせた。役柄も広く、立役、お山、吹け役、若し方、律的から三枚目まで、そのままの姿で変わります。役者議大戦天保年、千年、1839年、と評され、ケンネルの称号までを与えられている。東海道四谷会談は、文政八年、 1825年7月の江戸中村座の初演でお岩、小平、よも七の三役早代わりを務めて以来当たり役となり、生涯に九度これを務めている。お岩を務めた際には、顔ごしらえを怖がらない弟子がいると、舞台下の奈落でその弟子の前にいきなり現れて、脅かした。師匠びっくりするじゃありませんかと、弟子が言うと、 怖がらせていて舞台に出ないといけねえからこうしたんだと言って弟子に打賃をやったり吹き替えのお岩を務める弟子にお岩の死体だって恨みがこもっているんだからただ寝ているだけじゃいけねえ。拳を握るとか足を曲げるとか工夫をしろと助言するなどの逸話が残っている。聞く頃ケ、OK、ーの18番となった。 怪談物を務める第一人者として、お化けをやるときは気楽に、幽霊をやるときは気を重くするという言葉も残している。江戸風のスッキリした芸風で、金本中心蔵、六段目の早野寛平の現在の方は、この三代目によって完成されたものと言われている。また、心なぞかい色糸で演じたお祭り左七が当たり役となり、 以後数度にわたって、これを務めているが、ある時舞台の暗読が暗すぎたのに加えて、本人の視力の衰えとセリフの暗記の不十分が、災いし、読むべき手紙が読めずに腹を立てた挙句、暗読を包丁でぶち壊すという大変な初日となったが、これが逆に評判となって、大当たり。しかもその形が、孫の五代目菊五郎にしっかりと伝わった。大阪に客演した時には、 吉継千本桜、寿司屋の井が、美濃ゴン太を洗練された、江戸歌舞伎の形で勤めたところ、吉野の寒村に、そんな井戸っ子がいるかと、客席から、ヤジが飛んだ。菊五郎は、動じることなく、感動されて、江戸に出て寿司職人になって、江戸弁を覚えたという趣旨の敬意を即興で入れて逆に、評判を取っている。芸に対する自信と、臨機応変さを持ち合わせていた。 菊五郎ならではの取り繕い方である。かなりの自信家で、他の俳優の給金が千両なのに腹を立て自分は千五百両で、ないと出ないとダダをこねたり、互いにしのぎを削る、中の役者が法を務めないと、自分も、化病を使って、休んだりと、その辺の逸話にはこと書か,かない。三代目の芸は、孫の五代目、小野菊五郎によって、さらに宣伝され、 今日の菊五郎家のお家芸の元となっている。大川橋蔵と三代目、小野江菊五郎は同一人物である。いよいよ、明日は初日と舞台稽古の帰り道、三代目が道頓堀を歩いていると、折からの夕日を浴びて、坂東太郎と、登りがはためいているのが目についた。三代目は門邸に、坂東太郎とはどんな役者だと尋ねると、聞いた話では、 昔うちの一座にいた、タミゾウでしてと、うーん、大水か、で評判はどうだと三代目。えへえ、宿の話では、はじめは、音はや一門という触れ込みで少しは、人気も出たようですが、相変わらずの傲慢で、幕内の人気は悪いそうです。よし、一つ、タミゾウの天狗花をへし折ってやろう。万ン太郎とは、関東を縦断すると根川の別名である。タミゾウは、 破門されて、関東にちなむ、この名前をつけて、関西に乗り込んだことが分かったので、利根川を一またぎできる、大きな橋という意味に、大川橋蔵という名はぴったりではないかと、この名を大きく掲げて、太郎一座に対抗した。太郎の芸はまだ三代目に及ぶべくもなく、橋蔵すなわち三代目、菊五郎の芸に魅せられた、何はっ子は、太郎一座を振り向きもせず、散々の不入りだった。 ここで初めて太郎は、日頃の傲慢を恥師匠に詫びを入れて、波紋を許されめでたく、太郎は、民蔵、橋蔵は、菊五郎と元の名に変えた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。